っといいところ行ったらいくらでお腹いっぱいになるのかチェック。ねえみんな気にならん？物価が完全終わってる LA という街でちょっと贅沢なディナーして満腹になるまでいくらかかるのかさ。 Can I get the what is this? Sticky Grownie? Sticky Grownie? 乾杯。最初にオーダーしたのがマグロのタルタルとチーズを揚げたやつ。これこれこれやばい。今みんなの目の前に映ってるこのご飯が一体いくらかかるのかっていうのを予想しながら見てね。みんな一緒に当ててね。日本の物価の2倍って思ってる。じゃあ私今当てるよ。138ドル。178ドルでした全然違う結果は178ドル。チップを 20% 入れて1人100ドルぐらい。アメリカのいいものをゲットしたいならそれ相応の対価を支払う文化とか考え方嫌いじゃないから、私も部下にちゃんとしたお給料を払えるボスになろうって思います。